クーパーはアメリカ海軍の駆逐艦、アレン・エム・サムナー級駆逐艦の一隻。艦名は1938年に水蒸気の事故で死亡した飛行士のエルマー・グレン・クーパーにちなむ。クーパーは1943年8月30日にニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港した。1944年2月9日にエルマー・グレン・クーパー夫人によって 命名、浸水し、3月27日に、艦長、JW シミット中佐の指揮下収益した。クーパーは7月23日に、ボストンを出港し、9月4日に、真珠湾に到着した。訓練の後10月23日に、ウルシい艦章に向けて出港して、11月5日に、到着。直ちに、ルソン島、オルモック湾及び、マニラ湾の攻撃に向かう。 第38任務部隊の護衛として出港し、11月19日まで同任務に従事した。ブルシー干渉での修理後、クーパーは11月29日にレーテ島サンペドロ湾に入港し、12月2日までレーテ湾の紹介にあたる。この頃、日本軍は多合作戦を幾度も重ね、レーテ島南西部のウルモックに増援部隊を送り込んでいた。 アメリカ軍はこれを妨害するため、レーテから魚雷艇隊をはるばるオルモック方面に派遣し、11月28日夜半のオルモック襲撃に成功するなど戦果を上げていた。第7艦隊司令官トーマスシーキンケイ度中将は、続いてオルモック方面に駆逐艦と総海艇を派遣することとし、これも過去2度の作戦で潜水艦と、 小型貨物船を破壊する戦果を挙げていた。そして、三度目の作戦としてクーパーと、その姉妹艦のアレン・エム・サムナー及びモールが、オルモック湾に差し向けられることとなったのである。12月2日、午後、哨戒機が多号作戦第7次戦団を発見したのを受け、クーパー、アレン・エム・サムナー及びモールの第120区逐軍は18時30分に、レーテ湾を出撃し、 オルモック湾に急行した。しかし、第120区逐軍はとにかく運が良くなかった。出撃して間もなく、セブから飛来して、また、アレンエムサムナー及びモールの船体にも若干の損傷が生じた。オルモック湾が近づいてくると、ザーム大佐は、日本側の来撃を警戒して、艦を横に広がらせた横陣の体系で、湾内に入っていった。駆逐艦 オルモック湾に入った第120駆逐軍は、湾内で2隻の敵駆逐艦及び多数の小型艇と遭遇した。第120駆逐軍は1万千メートル先の目標を狙い、まずクーパーが砲撃を開始した。一方、湾内にあった駆逐艦層も第120駆逐軍を発見し、発光信号を持って後方の竹にも伝えた。最初の交戦はおよそ9分で決着がつき、 クワを一方的に叩きのめして撃沈した。第120区逐軍は次の目標を竹と定め、モール、アレン・エム・サムナー、クーパーの順番で砲撃を開始した。竹は12.7センチメートル広角砲、25ミリメートル、機銃、そして3本の酸素魚雷で反撃を行った。最初の雷撃体制は、宇那吉つ艦長64機が砲撃による先行で、 目がくらんで発射の機会を逸したが、二度目の機会を得て、魚雷を発射した。竹の水雷町、志賀広市隊員が双眼鏡で、第120駆逐軍を観測していたが、やがて四海内の左端にいた、駆逐艦が大きな火柱を吹き上げるのを目撃した。報告書では、クーパーの右辺で爆発が生じたとする。クーパーは二つに分断し、一分以内に沈没した。敵艦の存在が、 生存者の救助を14時頃まで妨げ、ブラックキャットと呼ばれたプビー語りなが、乗員のうち168名を救助したが、士官10名、兵181名の合計191名が、失われた。救助されるまでの間、クーパーの乗員は、クアの乗員と一緒に漂流し、英語で会話した。クーパーを失った第120駆逐軍は、浮足立ち。 ザーム大佐は南への退却を命令した。アレン・エムサムナーとモールの二隻は竹に命中弾を与えたものの不発に終わり、逆にモールは竹からの攻角砲弾が複数発命中。さらに、帰りにも月光や随運などによる必要な攻撃を受けて、袋でも損傷を受けた。主君の竹は任務を完了して12月4日午後にマニラに帰投し、うなき艦長は、 南西方面艦隊司令長官大川内殿7、中将から召使を受け、さらに差し向かいで夕食落ちそうになった。宇奈木艦長は、クーパー撃沈の戦いを、オルモック野戦と呼ぶことを提唱した。テレビドキュメンタリー、アセスクーパー、リターン2オーモック米が、ビッグフットエンターティメントによって2006年中頃に、制作された。内容は、深海ダイバーのロブラルミエールによる調査と、 クーパーの生存者へのインタビューであった。クーパーは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。2017年12月、スリガオ海峡とオルモック湾で調査を行っていたポールアレン率いる調査チームが2つに折れたクーパーの残骸を発見して画像を公開した。ありがとうございます。